仙台市教育委員会は、泉区の私立中学校の教師が個人情報の記載された修学旅行のしおりを紛失したと発表しました。仙台市教育委員会によりますと、亡くなったのは泉区の私立中学校の教師用と生徒用の修学旅行のしおり、合わせて2冊です。このうち教師用には、 この中学校に通う3年生の名前や学籍番号など184人分のほか17人についてはアレルギーの原因となる食品や緊急時の保護者の連絡先が記載されていましたしおりを紛失したのは京都・大阪方面の修学旅行を引率していた40代の女性教師で帰り道に東京駅で新幹線を乗り換える際 しおりを入れた座席のシートポケットを確認せず降りたということです。仙台市教委は今日、すべての私立学校長や幼稚園長宛てに。個人情報の管理を徹底するよう求める通知を出しました。